はい、どうも、こんにちは。まあ、東海オンエアっていう、なんか、すごいね、有名な大手の YouTuber の人がね、なんか、弟の部屋で火遊びをして、ね、火遊びをして芋を焼くっていうことをやってたんだけどな、あんまり良くないなと思うんだよね。俺も、18歳の時、すごい子供だった時、台所でティッシュに火つけて、その火つけたやつを、もう、すぐパカって、洗面器の中に入れて、火が出るとこ楽しもうと思ったわけで、それが手の下までプワーって一気に燃えて、迫ってきて、で、パッと放り投げたんだって。だから台所の下でプワーって燃え始めて、で、火がね、で、本当にそこめがきて、もう洗面器水入れてパーってかけて消したんだけど、本当にね、火って恐ろしくて、例えば燃えるものがない場所ってあるじゃん。木とかがなくても床とかでいきなり火出るからね。そう、そう。例えば、そういう、こういう紙とかがなくても、ほんと、もう火っていうのはね、もう一回発生したら、もう水をかけない限り消えないから、ほんとにね、もう火遊びだけは絶対しちゃダメだなと思う。俺もね、昔火遊び、子供の時火遊びしてたんだよ。ティッシュにさ、ティッシュ持ってさ、ガスガスガスのとこにガスで火つけて、バッてティッシュに火つけるじゃん。で、ブワーって燃え上がったやつをそこ、慌てて、洗面器持ってて消して火が出るのを楽しむっていう遊びをやってたんだけど、それはね、18歳になってからやったんだよ。やったら、あっという間に手の方に来て、パッて投げてしまって、それがもう、床に落ちて火で、バーってやって燃えて、床が焦げたっていうね、ことがあったん。だからね、ほんと火遊びは本当に良くないと思う。俺もね、それ動画にはしてないんだけど、危ないし、そういうことやっちゃダメだと思うから。そう。あれを見てね、あんまり火が、まあ、あれくらいしか火が出ないんだっていう子供がさ、火遊びしてさ、家、大火事になっちゃうかもしれないんだよ。ほんとに、ね。だってもうあんだけ火がバーって、あれ、あと数分さ、消すのが遅れてたら、もう大火事だよ。だってほんとに。あ、2分とか3分だったから、で、あそこまで発生するわけじゃん。あれがほんと1分とか30秒でも遅れてたら、もう家がほんとに焦げてると思う。だから俺もね、火遊びだけは絶対しちゃダメだと思う。ね、俺も火遊びしたことがあるから、子供の時、わかるんだよ。18歳になって一回やって、床から火がバーって燃えてた時、本当に焦ったから、それだけで。だから本当にね、火遊びだけは絶対に君たちもしちゃダメ。俺、柴田さんはこれに関してはすごい正しいと思うわ。俺もこれ柴田さんは本当にね、やっぱり正しいこと今回は言ってると思う。俺も火遊びだけはもう絶対にしないし、絶対そういうね、火で遊ぶ。動画はもう絶対に撮らない。子供たちにはそういうことをしっかり分かってほしいなと思います。以上です。